田中鈴木おお、え、スタート。おお、最新情報をお届けするスイートオノラムのお時間でございます。ご案内役はこの方です。どうぞ。 APM 宣伝担当、セガインタラクティブのカリスマ宇野です。よろしくお願いします。カリスマさん、カリスマさん、インスタさんはどうなんですか。インスタさんは、はい、ですね、まあ、相変わらずやっておりまして、死ぬもの言わずにおとなしくご覧ください。どれどれ、いやいやいや、撮っていけ。これこの前来てくれた近藤さんでしょ。そうですね、はい、うん、ほんでこの明らかにさっき選ばれし人取ったやつや。何やねこのポタージュ。コーンスープですね、はい、いえいえ、コーンすっけな。コーン美味しいですから、はい、コーン美味しいやらへんか。コーンは大事です、はい、何のことやん。フォロワー増えとんかいな。これはどっちか言ったらランコがメインになってる。これちょっとこれはまあアーティストとして同じですね、うん、アーティスト論を戦わせた。ついさっきやないかこれ。ええわもう、ね、はい、ということでございます。ありがとうございます、はい、まだまだ佐々木のぞみさんの250万フォロワーには遠く及びません。どこ目指しとんねん。引き続き私不肖宇野かおるのアカウントの拡散はよろしくお願い申し上げます。すごいね、44しかなかったけど。増えてんの、増えてんのかな。増えてます、着実に、はい、みんなありがとうね。はい、じゃあもう最新情報いきますよ。最新情報、はい、はい、最新情報ですね。はい、お願いします。今週はかっこよくいきます、うん、かっこよくいくの、はい、うん、ラーメンつけ麺僕イケメン、オッケー。よー、すごいな。いや違うかな、続きあるかなこれ。ラーメンイケメン僕イケメンで、これ言わんとこれ、これ言わんとこれ。おいおい、もう行ってもうたわ、もう。もう行ってもうたわ、もう。はよ行け、もう。スタッフまでが一くぐりや。あれ、ためてたつもりだったんですけど。何をやりきった感出してんの。はい、イニシャル D ゼロのイベントです。走り役、あ、失礼しました。ですね、女子部の顧問の高橋名人と、女子部部長川端咲希さんが、行動列伝の遠征に参戦です。まあ、名人すげえな、これ。出てきますね。はい、9月26日から10月23日まで、モード内のセガ秋葉原というところで出演しております。佐々木さんが部長になったんですね、はい、はい、で、こちら6人目をですね、期間中にクリアしたのが5000人突破で、名人たちのマイキャラパーツが、全員にプレゼントされるということで、よろしくお願いします。次お願いします。はい、イニシャル D アーケードステージゼロの公式イベント、走り屋交流会は10月29日はピンクパンサーつくば宮城店、11月19日はラウンド1府中本町駅前店です。参加お待ちしております。次お願いします。東神祭でも、参加が、はい、確定しております。はい、ということは虫キング、はい、虫キングも参加が、確定しておりますので、こちらよろしくお願いします。そして最後、はい、はい、グレートストレンジャーですね、うん、選手のロケテストでは多数の参加ありがとうございました。近藤さん、はい、製品版までに少しお待ちください、うん、ということでございます。以上でいいですかこれで。で、ここで今日はですね、はい、さらにイニシャル D アーケードステージゼロの高橋名人のイベントに関する VTR がありますので、うん、はい、じゃあそちらご覧いただきましょう。どうぞ。スタッフスタッフたんすよ。おい、名人のかっこいい走り取ってきてやったぞ。いやいやいや、何を言うてんのもう。さあ、ということですね、はい、
ちゃんとこれキャラクターとして言ってるんですね。はい、こちらのライバルが、4人目ですかね。山崎、すごい川端さんが出て、電人ゲッチャってなってる。こちらの、ライバルに勝つことができれば、うん、さらに先に進めるんね。はい、どんどん先に進めます。すごいやん、このキャラがイニシャル D の絵で出るって、お、すごい。はい、そして6人目に出てくれたか。すごい、こんなもんミクロマンやね、これすげえな、これ。明治首長っ本当だ。さあ、名人パンダ取るの。行こう。うわあ、早い。名人が早いんですよ。レベルで4番。これ名人に勝てばいいですね。そうです、そうです。早い。名人早い。お、名人に勝つことによって、うん、はい、これが5000人が超えれば、はい、先ほどのマイキャラパーツが。入手できるということですね。いや、なかなかね、そういうの多分明治も喜んでると思いますけれども。じゃあ今週以上でいいですか。はい、ここまではいわば前座。いや、前座が濃すぎるやろ。今週もAPM の新作タイトルブレードストレンジャーズであの人と対戦させてください。いや、また大丈夫。いや、あの人が OK ならいいんですけどね、僕もね。じゃあ、おい、やんぞ。いやいやいや、頼む気ないやん。俺待たせんなよ。じゃあ予定のかいな、これ。来てくれた、来てくれたよ。川岸さんが来てくれましたよ、ありがとうございます。いやいや、ヤンゾーってさ、ドッジボールやる時のやつだよ。そうです、ごめんなさい、うん、本当に、本当にこの人ももうキャラブレブレで、もうどうしたんね、散々負け越してるんだからね。 そんな態度じゃちょっと、そうよ、もう拒否ることもできるんですからね。だって9対5ですからね。やばいよね、もうダブルスコアだ。そうです、そうです。それを阻止できるかということでございました。それではゲームカードいきましょう。ね、これはもう、はい、これね、まだキャラクター的にはこれぐらいしか逮捕されてませんけども。そうですね、はい。何で、私は今回このカーリーちゃんと、ね、あ、ロボット、はい、ロボットで行こうと。ちょ、まるさん、あ、川木さんは川瀬。あ、はい、川瀬さん、もう主人公ですよ。そうですね、もうラバ、もう本当、もう昔からやってたキャラクターなんで、これいい戦いになりそうですね。はい、ということで私は、前回あのグダマに負けましたので、ちょっと練習してきました。ちょっと飛び道具持ってない、これ。はい、こいつはですね、飛び道具が結構強いキャラクターということで。あ、ラバー出るんだ。ラバーリングね。おぉ、来たな。これ意外といい。はい、やった離れない。あ、出た、出た、飛び込む。離れろ、離れろ、離れろ。やったー。ちょっと待って待って、めっちゃつまんない試合になってるよね。これはちょっと申し訳ない、メーカーさんに。頑張って。いや、もう悪いですよ、考えないとシューティングゲーム好きだったんですよ、シューティングゲーム。頑張ろう。逃げろ。こういうバウンドする球も出るというか、ザ格闘じゃ、格闘だった。今小さい子でシューティングゲームだった。あー、やった最悪最低最低。ラワー見ろ、ラワー見ろやないで。いやー、ひどいね。ザーマーミノとか言ってるけど、終わった後はいつもめっちゃめちゃ真面目なんだけど。いや、真面目はいいやけど、何がびっくりしたかったら、あんな試合に勝って、うん、勝ってやったって言える人間。すごいね。まあでもね、研究してきたんですよ。頑張りました。はい、いや、やべえ、ちょっと俺も練習してこないとこれ、はい、やばいですね。6対9となりましたんで、はい、はい、じゃあまた頑張ってください。まだ遠いな。はい、ということで本日も APM の最新情報をお届けしました。小野さん、川木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。 いいとこ見せられなかったな。いや、あれはずるいよ。
目指せ大冒険レッド。